客様から教えていただいた情報なんですけど、うん、佐賀の怪物って言われてるようなすごいやつがいるよみたいな。山口芳水さんという、うん、まあ、書家の方なんですが、書家なんですね。そうですね、書家、はい、そのアーティストは書の道で数々の賞を総なめにしてきた書道家。でもどうしても白黒で表現できなかったっていうのがありましたね。自分らしさみたいな、自分らしさ、そしてたどり着いた世界がカラフルに憧れたっていうのがありますね。カラフルな世界ってどんな世界なんだろう。型破りな書とアートの融合。皆さんが想像している書作品とは全く違うもの。自然素材を使った新しい挑戦。しかし未来に残るアーティストを見極める5人のスペシャリストたちは、まあ、割と書道家でアートの方の領域の中に入ってくる書道家が最近多くいますけども、なんかちょっとアーティスティックのことをやればなんかアートになるみたいな勘違いしてんじゃないかなみたいなことをちょっと僕は思って。日本の現代アートギャラリストの第一人者、水間アートギャラリーエグゼクティブディレクター水間末男、相田誠や山口明をはじめ世界で活躍するアーティストを見出し育てた日本ギャラリスト界のゴッドファーザー。主に今基盤はその中国で現代美術を教えながらキュレーションさせていただいたりしているということもあって、中国のアート事情に精通、忽那美和、世界の超エリート校中国の国立清華大学で博士号を取得し、現在は魯迅美術学院で教授を務めるアート界きってのスーパーブレイン。中国人のコンテンポラリーアートで書を使ってる人で思いつくのがチュージュージェという、うん、2018か9に21世紀金沢美術館でやった、うん、アーティストがいるんですけれど、彼の作品は、まあ、書というよりもその墨で、世界地図を描いてたんですけれど、チュージージェ、書と現代アートを融合、言語哲学や文化人類学を研究し、墨を使った絵画や造形などメッセージ性のある作品を多数発表している世界的にも有名なアーティスト。そういったところがその山口さんの中にもしもあるとしたらこうコンテンポラリーの中に入っていくんじゃないかなと。書道家の描くアートは未来に残せるか。この番組は新しいアート作品を探すコレクターが5人のスペシャリストのもとを訪れ、書に向き合ってても書だけで収まらない自分の何か表現の欲があるのかな、うん、今例えばこう佐賀の怪物と言われている書家の山口さんが話を聞き、実際にアーティストの元へ。こんにちは。どうもこんにちは。楽しみにしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーすごいですね。そしてその作品を未来に残すため、ぜひ買わせていただきたいと思います。その一部始終を描いたドキュメント、今までの中で一番いいのが出ました。最高の竜ですね。毎週続々と注目のアーティストたちが、山とか海とか自然のものに神をこう感じるっていう文化から来ているものをビジュアル化したというか絵画にしたものなんですけど、ザ・アートハウス
そのアートは100年後に残せるか。アートを買い集めているコレクターの口から一人のアーティストの名前が告げられる。じゃあどうも、はじめまして。株式会社エンパワーの増井と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ブランド品や貴金属などの買い取りを行う買い取り大吉を運営。株式会社エンパワー代表取締役増井俊介。個人的にアートを多数所有するコレクターでもある。アートに関してでいうと、買ってきた商品点数でいうと今100点ぐらいですかね。仕事柄そのブランド品だったりとかの真贋、本物か偽物かを見極めるっていうのは、僕の仕事において重要な要素の一つなんですけど、本物に触れていたいというかっていう考えで買わせていただいたっていうところですかね。はい、今注目されているアーティストがいらっしゃるんですよね。はい、そうですね。山口芳水さんという、書家の方なんですが、ちょっとネットとか YouTube でしかまだ見たことないんですけど、書家なんですね。書家、はい、佐賀の店舗があるんですけども、そちらに来ていただいたお客様から、なんか佐賀の怪物って言われているような、なんかすごいやつがいるよみたいな情報を教えていただきまして。書道家山口芳水、佐賀の怪物と呼ばれる男。BMW とかユニクロとか、その辺ともなんか提携されて仕事はしてるみたいですけどね。そういうところにも興味を持ったきっかけでして。有名企業の商品ろうなどを多数手掛けてきた人気の書道家。未来に残るアーティストを見極めるスペシャリストたちは、書道家という経歴を持つアーティストをどう評価するのか。確かに書に関してでも相当ある意味だとこうレベルは高い。ただそのコンテンポラリーアートの領域とは違う書というものの中でのきちんとした評価っていうのがをどう突き詰めるかってやらない限りやっぱ残っていかないんじゃないかなっていう気もするんですけど。書ってね、多分そのすごい書道界って型がありますよね。その型の中でこうどう上り詰めるかみたいなことで、多分そのステップをやっていくっていうことからやっぱり、いや十分その、例えばですけども、 書の漢字ってすごい世界だと僕は思ってるんですよ。を描くだけでもですね、十分余計なそのなんかデコラティブなことやらなくても、それだけで十分すごい世界があっていろんなことを語ってると僕は思うんだけど、多分山口さんの中にもそういうね、やっぱり書に向き合ってても書だけで収まらない自分の何か表現力、表現の欲があるのかなみたいな、あと自分がやってる世界に対する、書道っていう世界に対する不満もあって、何かこれをもっと要するに広げたいっていう意識は多分あるんだと思うね。実際山口さんにお会いしたことってあるんですか？いや、まだお会いしたことがなくてですね、はい、実家の方でも書道教室をやられてて、でも今も生徒さんを持って、教えてらっしゃるみたいなんで。佐賀県佐賀市、生徒数200人を抱える書道教室の一室に、佐賀の怪物と呼ばれる書道家山口のアトリエはある。いや、ワクワクしてるっていう感じですかね。はい。コレクター増井は未来に残すため書道家山口の作品を購入するのかしないのか。失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。増井です。よろしくお願いします。書道家山口芳水。
大成功。16年前、26歳の時に始めた書道教室を営む傍ら、アーティストとしても活動。彼が今手掛けるのが、すごいですね。これは、はい、海に咲く花っていうタイトルで、実は漢字の花を、崩した字で配置してるんですよね。あ、花っていう漢字になってるわけですね。はい、まあ、花って聞くまでは分かんなかったですけど、ピンクの絵の具で満開へと花開く桜をイメージし、漢字の花が散りばめられている。そして書道家である山口が大切にしていることが、これ以上花の数一文字も増やせない状況まで来ているんですよね。あ、そうなんですか。はい、ここに花もう一個描けばいいじゃんみたいになるんですけど、ここは余白で実は取ってるんですよね。余白でしっかり取って間を取ってるんですよね。これは書道の感覚なので。日本人の美意識、間、余白。例えば西洋初の芸術油絵は、色を隙間なく塗り重ねるプラスの美学だが、日本の書は余白の芸術と呼ばれるマイナスの美学。間という日本ならではの美意識を大切にしている。書道は抑えてるんですよね。それは子供の頃から体に染みついた感覚。父も母も有名な書道家という家に生まれ育った山口。私の記憶では、まあ5歳ぐらいから書道教室で練習してたのを覚えてますね。小学校1年生の頃から全ての賞を最高賞取って、まあ、総なめ状態ですよね。だもう書道の山口くんっていう、もう名刺ができるぐらい書道では有名人みたいな。20歳で師範を取得、26歳で独立して始めた書道教室も成功。でもいつしか心の中に新たな欲求が。幼少期からずっと白黒の世界で両親の手本をもう 0.1 ミリの狂いもなく確実に真似して表現するっていうのをずっと繰り返している。なんでやってるんだろうって感覚になるんですよね。およそ25年、手本通り型にはまった白黒の世界。でも途中でそうではないなっていうか、自分は自分、自分らしさっていうところにこだわり始めた。書道家山口芳水の自分らしさ。カラフルな世界ってどんな世界なんだろう。どうしても白黒で表現できなかったっていうのがありましたね。25年ぐらい書道やってて一度も色入れたことなかったのに、色入れるのってすごい勇気がいったんですよね。今までずっと守ってきたものが壊されると思ってたので。たどり着いた世界が、漢字や間など書道の型を守りながらの自由、伝統の中にある解放。書の概念をアートに取り込んだ奥ゆかしさと開放感が共存する山口の作品は、新しい発想を求める起業家たちの目に留まり、やがて怪物と呼ばれるようになった。そして今手掛けている新作、海に咲く花。実はまだ真ん中にすごい余白の白い部分を残してるんですけど、はい、こちらに青色の墨が浸透していくんです。なるほど。青の墨、そこにこそ山口が作品に込めるメッセージが。実は2017年以降、青い作品ばかりを描き続けている山口。青色って冷静だったり静寂だったり穏やかな
色なんですよね。ただその反面、虫とか動物とか花に青色って少ないんですよね。それって天敵から見つかりやすい目立つ色でもあるんですよ。それが私の性格に似ているなと思ったんですよね。普段は平常に生きるタイプの人なんですよね。ですけど心のどこかからかは目立とうってするんですよね。それはいわば書の道から溢れ出た自分の情熱。山口は青の作品で冷静の中にある情熱を表現している。そしてもう一つ青に吹き込むメッセージが、青い墨を海の波に乗せて施していくんですよね。瑠璃を使用してます。瑠璃は石を砕いてるんで砂になるんですよね、はい、天然由来の素材のみを使った瑠璃色の墨を、あとは自然に委ね波の力で。龍が出ましたね。神秘的な龍。これって出そうと思って出るものじゃなくて、偶然的にやっぱ出る時があるんですよね。すごい。最高の龍ですね。ここが口。ぐわーってした大きな龍が一匹と。すげえ。あとこっち小さな龍。目があって口が開いてて龍ひげが出てるんですよね。完全に龍が来てますよ。そうですね、はい、もうこれ龍ですね。青龍、青い龍の青龍。アーティストの思いを知ることでまた絵の見え方が変わる。コレクター増井は未来に残すため書道家山口の作品をぜひ買わせていただきたいと思います。次回、注目されているアーティストは京森公平さん。古今東西の、まあ、装飾芸術が取り入れられていると、うん、見えない力を装飾アートとして表現したいっていうのはあります。 The Art House、 そのアートは100年後の未来に残せるか。